赤ちゃんってどうやって作るんでしたっけ？またその話かい？世間知らずと私をからかっているんだね。いいかい？子供というのはだね、愛し合う二人が祈りを捧げてコウノトリにキャベツ畑まで運んできてもらう。このまま結婚してしまったら一生涯。さあ共に祈りを捧げようではないか、ピーター君。はい。話ならあちらで。よい、お前はそこにおれ。聞こえなかったのかねえ、ピーター君。どうするべきだ。ここは一体どう答えるのが正解なんだ。それはできません。え、おお、今何と申した？できぬと申したか？それは先輩の隣を譲るつもりはないという私の覚悟の表明だからです。ピーター君。いやー、こいつを。そのような言葉でまたルベリアをたばらかすつもりか？ダメか。いやー、父上。パパ、私ね、大きくなったらパパのお嫁さんになるの。受け入れられないのであれば、父上との縁を切り、家を出る覚悟です。不愉快だ。飲み直さねばやってられぬわ。ごまかせた。ピーター君。ありがとう。父上にここまで立ち向かってくれた人は、君が初めてだよ。ルベリア先輩。やはり私の夫となるのは君を置いて他にない。俺はまた同じ過ちを。なぜ人はことが終わった後こんなにも冷静になるのだろうか。じゃあ先輩のですね、ん、こだれを頂戴したいと。いや、お前何言ってんの。あれ、自分なんかまずいこと口走りました？うちらオーガは強い子孫を残すことが最優先事項なんで。たまにぶっ飛んだこと言い出すよな。じゃあ、わかりました、先輩。自分とセックスしていただきたいんですけど。いや、お前全然何もわかってないだろ。そのあたりにしておきなさい。お姉ちゃん。あなたの子種を狙ってすでに多くの国々が動き始めていますからね。オーガの女としてそのようなことを許すわけにはいきません。歴史的な流れとして当然、強者の血はオーガに取り込まれるべきなのです。だそりゃ。俺は種馬じゃないんだぞ。ピーター・グリル、オーガの誇りにかけて絶対に逃がしはしません。というか、こんなことしてる場合じゃないだろ。俺、早く。